はいどうもこんにちはこんばんは、ラウンズでございます。今日ですね、質問コーナーでございます。最近のお話ですけども、最近西日本釣り博2025が決定したみたいですよ。開催決定したみたいです。ホームページの方がね、すでに出来上がっておりまして、気になる方は、ね、見てみてください。まだまだ開催決定しか決まってない。どこどこが出品するとか、どこどこメーカーが出品するとか、まだ決まってないんですよ。で、一応開催日程は2025年3月15日土曜日、16日日曜日の2日間となっております。開催時間は9時から17時で、会場はいつもと変わらずというか、小倉駅から歩いていく西日本総合展示場ですね、小倉駅から歩いて5分みたいな感じの、まあ去年開催された会場というか、になってるみたいです。ただまあホームページでね、検索したら出てくるんですけど、ホームページまだなんていうのかなまだ開催決定っていうだけで、どういう風なイベントとか、どういう風な、なんかね、あれになるっていうのは、まだ決まってないんですよ。あくまでもホームページに書いてるのは、開催決定。3月15日、3月16日というのが決定したみたいですよ。まあ、行かれる方いるのであれば、まあ、自分も一応行く予定にしておこうかな。まあ、去年行った時ですね、2023年行った時も、なんていうか、まあ、新製品ってあるんですけど、なんかこう行くだけで楽しいというか、まあ、行ったら分かるんですけど、なんか行くだけでなんか楽しいんですよ。いろんなブースをね回ったりして、で、まあ、自分は昼から行ったのかな、1日目昼からだったかな、いや1日目か1日目の昼から行って、終わりの時間まであっという間でしたね。あっという間、あれもう終わったみたいな、あっという間の時間でしたね。なので、まあ行ったら分かるんですけど、なんだかんだでね、こう回ってるとあっという間に時間経過するので、気になる方はね、まあその開催日決定してるんで、まあ、予定を立ててみてはいかがでしょうかという感じでございます。ということで、質問の方読んでいきたいと思います。まず一つ目の質問でございます。こんばんは、いつも楽しく拝見しています。以前このチャンネルで見たオキアミの浅漬けを最近必ず作って使用しています。加工してないオキアミと、食いに差は感じませんが、遠投や向かい風の時など身が締まっているので安心して竿を振れます。質問です。長交尾の、早朝を漬け込んで4時間ぐらいで、使い始め、漬け込んだまま脳幹まで小出しにして使っています。蜂蜜入りの加工オキアミの場合、第一段階の加工時間は4時間ぐらいで、一度加工液から出しますが、ラウンさんが浅漬けの場合、最適な漬け込み時間があれば教えていただきたいと思いますという質問が来ております。まあ、ちょっと質問の前に書いてあった、加工していないオキアミと食いに差は感じませんがという、まあ、ところの部分なんですけど、まあ、この時期はですね、グレも活性がすごく上がってるので、まあ、自分が使ってても、まあ、そんなに差はないかなっていうところですこれはね、冬になるとやっぱちょっとやっぱ変わってくるんですよ。まあ、どっちが食うかはその時の次第によるんですけど、この時期はね、やっぱ活性がいいので、まあ普通のオキアミで食ってくるのであれば、まあ、加工と、正直な話、まあそんなに超過差はあまり生まれないかなといった感じですね。まあ、ただ向かい風、まあそうそう、餌取りがいるから、まあちょっと遠投してとか、ね、手前に餌取りを捨てて遠投してっていう時に、でも身が多少なりともね、普通のよりもちょっと加工してるっていう感じなので、がっつり硬いわけじゃないんですけど、まあ遠投しやすいというか、まあ、安心して触れるというのはそういうところかなといった感じですね。で、まあ、質問ですと、長交尾の朝漬け込んで4時間ぐらいで使い始めというとこなんですけども、まあ、自分もだいたいそうですね、4時間ぐらい、
まあ適正っちゃ適正ぐらいかなと思います。浅漬けで、まあ自分はね、ほぼ毎回作ってます。夏であろうが冬であろうが、冬だとまあ2つ作ってます。V9 仕様の浅漬けの元っていうのかな、作って、で普通のもう1個のノーマルのタイプのを作って2種類ね、冬は持ってってるんですけど、夏はノーマルの方だけ持ってってます。夏っていうか、まあまあ何だ、梅雨暮れか、梅雨暮れが始まった時ぐらいから、まあ、やっぱ活性がいいんでね、その何種類も作る必要はないんですけど、やっぱ1種類作っておくと、まあ、1つ安心感があるかなというところで、まあ必ず1つは作ってるんですけど、まあ、加工時間適正っていう、適正は、まあ正直難しいですけど、まあ、ちょっと時間が経っていくと、やっぱある程度ね、こう身が締まってくるんですよ。ただ浅漬けなんで、ガッツリした加工と違って、ガツッとねハード加工にはならない、ある程度まあミディアムハードぐらいかなっていう感じなんですけど、そこまでなるまで、まあ自分も大体3、4時間ぐらい、3、4時間ぐらい経過すると、まあ大体こうね、ちょうどいいぐらいの加工具合になってくるかなといった感じです。それから、まあ、この方が書いてるのと一緒で、まあ、小出しですね。1日2、3回出すっていう感じ。普通に、ばっかの、中の巻きのおけみを使うんで、まあ、どっち、交互に使ったり、食わないときはね、交互に使ってみたりとか、こっち、加工おけみが食うときは加工おけみを連チャンで使ってみたりとか、グレーが食わないときは交互にね、使うことが多いかな。あと、プラス、まあ、完全に生のおけみね。加工オキアミ、浅漬けでね、もうオキアミ解凍をしました。で、その一部を、まあ、加工ね、浅漬けの加工するために、ね、ジップロックみたいなやつで入れて、で、もう一つかみ分は、何にも加工しない生のオキアミね、これをそのまま持ってってたりします。で、もう一つは、バッカの中にあるオキアミを使う。まあ、だから3種類か、使ってる感じですね。まあ、この時期はね、オナガも食うので、まあ、綺麗なオキアミが良かった場合というか、その場合もあるんで、だから完全な生のオキアミを持っていくと。で、完全な生のオキアミですけど、そのままだったらふにゃふにゃになるんで、タッパね、タッパのザル付きタッパみたいなやつがあるの、100均で。お前動画で紹介したかな、どうかな、100均で、まあ、これぐらいのサイズ、上紙とこれぐらいのサイズ、厚みもこれぐらいで、中にザルが入ってるやつがあるの。これでオキアミを入れて、海に行ったら海水で一回ちょっと洗うというか、海水ってね、塩分があるんで、まあ、海水でちょっと軽くオキアミを締めるみたいな感じですね。一回海水入れて10分15分20分、まあざっくりですけどね、10分20分ぐらいかな、入れて一回その汁を流して、もう一回海水入れて、まあ、もう一回5、6分入れると。でこれで2工程やるんですよ。そうすると中のこうね、入って防腐剤とかが綺麗に取れて、でかつ塩分で塩締めっていうのかな、超簡易的ですけどね、されるので、まあ、そのままね、解凍したオキアミをそのままクーラーボックスに入れるよりも、そのせなんか自分が使ってた専用タッパーっていう、ダイソーって言ってた、ダイソーに言ってた、それで軽くなんか海水で締めて、防腐剤を、ね、流して海水で締めて、それをそのままタッパーでなんだクーラーボックスに保管してるって感じ。それが完全に生の状態ね。まあ、正直そんなに使うことない。やっぱどうしてもちょっと加工の方がね良かったりする、口蓋ね、お腹は綺麗なオキアミの方がいいかなっていう感じ。使ってる限り、ね、お腹、夏女がね、夏女がは綺麗なオキアミの方が食うか、まあ真っ黄の中のオキアミの方が食うかって感じ。加工の方がちょっとあまりお腹は向いてない感じがありますね、経験上。夏オナガですかね、夏オナガの話ね、大分の夏オナガの話ね。できる限りこうなんかマッキエと同じオキアミか綺麗なオキアミの方が夏オナガは食ってくる感じがしますね。まあ口元狙うなら、まあ、どれでもいいんですよ、どれでもいいし、なんだろう、やっぱ加工ね、さっき言った浅漬け加工、まあ浅漬け加工はみりんが入ってるんですよ。でみりんっていうのは糖類っていうのかな、ちょっと甘いんですよね。で糖類って比重がちょっとあるんですよ、まあ、ちょっとね、なんていうのかな、まあ、料理酒とみりんをちょっと口に入れたら分かるんですけど、みりんはちょっと甘いんですよ。
肉じゃがとか使うんだよね、一般的にまず一つ言うとね、ちょっと甘いんですよ。でその甘いっていうのは、まあ、基本的には、まあ、簡単に言うと砂糖が入ってる。で砂糖って重いんですよ。比重的に重いのか分かんないけど、例えばコップにさ、ね、水入れて砂糖入れたら、砂糖って入れた瞬間シューって沈むでしょ。だからこうなんていうかな、比重が重いって言っていいのか分かんないけど重いんですよ。なので加工すると多少なりとも置き網がちょっと重たくなるんですよ、多少なりともね。ただそれは海水に入って海水と混じっていくと、その糖って抜けていくんで、だんだんで、その匂いとともに、まあ、冬の場合だとアミノ酸とか入れてたら、そのアミノ酸を、ね、排出しながら中で溶けていくんで、それで食わせるって感じだよ、冬はね。夏は活性がいいので、匂いっていうよりはもう活性で食う感じなので、まあ、夏の場合はね、その活性がいいので、まあ、落ちてる餌が目立つよね、一つだけ、まあ、微妙に多分重いと思うのよ、普通のオキアミに比べたらね微妙に重いと思うのよ。でもまあ匂いとか一応あるから、まあ、ちょっと杭がね浅くなってるとかね、夏でも浅くなってるとか、ちょっとねこう擦れてるとか、そういう時にやっぱちょっと一つでも匂いがあると、まあ、それに食ってきたりとかね、まあ、少しだけ重いし、ちょっと普通のオキアミに比べて要は変化があると。それでまあ何ていうか、自分は想定してたね、こう先巻き巻いて仕掛け入れて落としていく上で、後から落としていくっていうのはやっぱり針があるから、針の重さとオキアミの重さで、ね、後から沈下して途中で同調するっていう、まあ、自分の中頭の中の想定があるんですけど、その加工オキアミを使うことで演出がちょっと変わりますよね。自分は多分想定してこれに合ってるかな、合ってるはずなんだけど食わないなっていう時の加工オキアミを使うと一発で食ってきたりとかあるんですよ。うん、それだから自分の頭の中のね、こう巻き絵と仕掛けのね入り方の頭の中のシミュレーションが多分ちょっと違ったのかなと。もしくは、まあ、グレーのこうね活性的に今この一つだけ落ちてるのに対してちょっと反応したのかなとか、まあ、食ってくればそれが正解ですから、まあ、絶対ではないですけどね。だからまあ一種類違うね、ちょっとそういうオキアミを持っていけば、まあ、一つのね引き出しというか、まあ、あれになるな、まあまあね、釣れるヒントになるんじゃないかなっていうので、まあ、自分もこの夏でも間違いなく一つは作っていってるっていうのは、まあ、そういうとこにあるんですよ。ですかね。うん、なので、まあ、ちょっと話がねいろいろ長くなりましたけどまあね、家で作る時の場合は、まあ、第一工程は4時間 3時間から6時間ぐらいか、まあ、でも3時間あれば、まあ、大体ある程度使ってるんですけど、浅漬けも大体一緒で、まあ、入れるオキアミの量によりますけど、大体ですけど、まあ、3時間以降ぐらいであれば、加工はある程度完成してるかなと。3時間でもう 90% ぐらい完成してるかなっていう感じですね。1時間2時間だとまだオキアミの身がね、1時間ぐらいだったらまだ全然こう入れたオキアミの身のまんまみたいな、3時間経ってくるとちょっと透明度が上がってくるので、ああ だいぶこうね浸透してきたなっていう感じがあるかなという感じですかね。なのでまあね、一つ違うオキアミを持っていくと、まあその分ね手数が増えるというか手数が増えるじゃないけどね、まあ、釣れる確率も、まあ、ちょっとでも上がるんじゃないかなというので、でも今でも普通に作って持ってってますからね。はい、ということで、今日の質問は以上でございます。また質問等ありましたらコメント欄の方に書いていただければと思います。ということで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。